2022年ビールだけ買いまくって魚一匹も釣ってない男 K です。高い道具を買いなさい皆さん、うん、はい、ふざけてないでね、紹介しましょう。これね、メインチャンネルでは出してたんですけども、もう一回ちょっと改めてじっくり紹介していきたいなと思います。まあこれいるんかと、そういう話、うん、まず購入したこれルアーたちね、ちょっと前に買ったやつですね、まあ、これ後にして、これ皆さんリールとロッドが気になると思うんで、まあ、これちょっと紹介していきましょう。ステラですね。うーん、このステラっていうリールはね、本当に夢を見させてくれるリール。まずこれ見て、ドドン、これですよね。この力強いデザイン、よく考えたなと。先代のステラからね、こう鍵爪みたいな、この爪で引っかかれたみたいな、うん、黒と金のこんなに力強いデザインができるのかと。当時はね、僕汎用ステラしか使ってなかったので、羨ましくて仕方がなかったわけ。うん、でちょっとハンドルつけましょうか。で今汎用ステラは3000番と5000番、2500ボディと4000ボディを持ってるわけなんだけども、ステラ SW に関してはその数を超えてしまったという。だから今僕が汎用モデルよりも SW を持ってる数の方が多いんですよ。 SW3 だ、おい、ちょ待って待って、こちらですね、シマノのステラ SW、 それの 8000HG、 まあこれも定番番手になります。今回のこのステラからですね、ステラ SW ね、まあもう出て時間は経ってるんですが、この8000番に関してはローターがすごい専用になったんですよね。昔は1万番だったかなと互換性があって、だけど互換性があった分やっぱ1万番とかにも合わされてたんで、ちょっとでかかったんですよ。でそれが8000番専用にコンパクトになったよと。その代わり互換性を失ったよっていうモデル。だから微妙だっていう人もいれば、あ、いいねという人もいたというね、うん、でこの8000番っていうのは P4555 クラスを巻いて、まあ、釣りするものにはなってますね。でじゃあこれ K お前いるんかという話なんですが、いります。ステラっていうのはもう全番でいるんですね。無駄なステラっていうのはないわけ。まあ真面目に話すとね、いるかいらんかって言われたらいると思う。はい、まあどういう風に使おうかなと思ってるかというと、これに PE45 を 300m ブワーッとここに巻き込みまして、力を込めてね、やっぱ針を持たせて巻かないといけないから、それに巻きまして、で、フロロ入れて、まあスペーサー入れるかどうかはちょっとあの抜け具合と相談ですけれども、ジグに使うたりとか、あと僕ね、ミノをゴリ巻きするのが結構好きなんで、それをね、14000XG も僕持ってるんですよ。6000、8000、14000と持ってるんですけど、14000番はちょっとね、あの XG なんてむちゃくちゃ巻き取りが早いんですよね。だから重くなっちゃうんで、もっと軽快にカーッと巻いてくるように使いたいなと。で合わせるロッドは今ここにありますけれども、106のコルスナね、の H か、コルスナの、これリミテッドですけど、XR の98の XH、 あれにつけてもジグやるかっていう感じになりますかね、うん、PE の45に、スペーサーでどうだろう、15になるのかな、スペーサー巻くってなったら。でフロロの80とかになるのかな、ナイロンでもいいのかな、ジグ、ちょっとその辺はね、またいろいろ自分で試行錯誤しながら煮詰めていきたいなと思うんですが、これも使っていきたいなと。ちょっと最近ね、バスに行くことが結構多くて、まだ使えてないんですけども、今度出しに行きます。うん、これね、8000で、あ、ちなみにドラゴン聞いとく、ほら、まあ、実際はね、こういう甲高いあのお上品な感じではなくて、もう思いっきりものすごいテンションかかって、あの引きずり出されるわけなんで、ギュ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 みたいな感じの音が鳴るんですよ。それもまたたまらないよね、うん、ほんでこれとこれも買ったのよ。結局対馬用にね、もともと予約してたモデル、ちょっと長さの関係で反対になっちゃうけど、コルスナのリミテッドですね、コルトスナイパーリミテッド、お値段が74,800円、高いよね。で S の106のHPS プラッキングスペシャルですね。これはあのちょっとティップ側が柔らかくて、ダイビングペンシルとかをこううまくビューンとダイブさせられるような設計になっているという、そういうねテイストのロッドになります。それのリミテッドモデル、これね、
また開けて紹介しようと思うんですけど、なんか箱じゃないな、袋がすごいなんか複雑な作りになってて、ここで一回止まっちゃってるんですよね。ちょっとチラ見せだけ紹介しておきます。またね、なんか投げた動画とかも撮ろうと思うんで、これ、うん、これむっちゃくちゃかっこいいです。これほら、やばかっこいいでしょ。これにステラ SW 合わせちゃったらもうこれ、うん、3メーターぐらいの平股取れんじゃねえかっていうね、そういうロットですね。多分3メーターの平股いないのかな。30キロか言ってもね、30キロとかマジ無理やから、本当に僕の体力と実力でも無理なんで、うん、可能性があるのはオフショア、ショアはマジでやばいと思う。30キロの平股ショアから取るって、ヒラマサ自体も化け物だけども、もう人も化け物じゃないと取れないから本当に。で、あとはショアからのターゲットで言うと巨大なカンパチもやべえやべえターゲットで、カンパチと、あと忘れちゃいけないキハダね。男女群島とかそういうところでよく狙われてるキハダ、神津島とかかな、磯マグロとか、そういうターゲット。ちょっと H だとどうなんかなって気もするけど、でも曲げきれんからね、僕がやっても、まあ、この辺はね、あのがっつり今年2023年ねやっていこうかなと思うんで、パキーンと、はい、この2つも使っていきたいなと思います。2つとも可愛いね。ちょっとルアーゾーン、これです。まず、あんまりこれ買ったことないんですけど、シーガーの R18 プロロリミテッドのハードっていうやつ、うん、80m 巻き、これはですね、今僕沈み虫をやってて、琵琶湖であれがめちゃくちゃ釣れるんですよ。でやっぱり沈み虫、あの遠投して、しかもホッコのディープに沈めていく、普通に 10m 超えとかも沈めていくんで、そういうところでちょんちょんってやるのはやっぱ硬くて、こうふにゃっとしない、しなやかじゃない方のラインの方がパンパンとこう動いてくれるんで、それを一回やってみようと、どれぐらい変わるかの使用感ね。なのでいつも使ってるフロロラインよりも、まあ、ハードなものを買ってみたということですね。これ結構ね、僕ずっと長らく愛用してて、そうそう、切れ味が若干落ちてきたんで、これ購入しました。でこちらね、スイミングジグヘッド、これは今の時期もそうですし、遅めのねスイムジグ的なものに使えるっていうのと、あと春先のちょっとふわふわふわーとスイミングさせるのにもいけるかなというので一つで、これですね。なんかね、その前日にこの D スタイルの青木さんが琵琶湖でそのこのね、なんていうデューバっていうルアー 2.4 インチ、これをちょっと開けてみようか。フロロの6ポンドでね、うわエビ臭、プリプリ見える、プリプリ、これをですね、琵琶湖で、5g、7g のダウンショットで投げて、本当にカバースキャットみたいなチョンチョンっていう使い方、それで結構いいのが出てますっていう動画を見て買ってしまったっていうね。まんまと反則にやられてる。なんかね、僕ね、あったかい時期のバス釣りより寒い時期の方が好きかも。時期で言うと、本当にこの晩秋から春まで、アフターに入ってくる頃からよりもね、そっちの方が僕好きですね。どちらかというとやっぱ岸から狙えるサイズが上がってくる、特に琵琶湖の場合は。なんでちょっと夢が終える時期になってくるかなと。でこれも買ったやつですね。これは春先とかに使える、ジグヘッド、これデプスのバンブルヘッドっていう、これバンブルシャットっていう僕大好きなルアーがあるんですけど、それに合わせる用のジグヘッドになります。もうスイミングで使うという、うん、スイミングで釣れてないのよね。ちょっとね、あのバスやられてる方でね、琵琶湖だけじゃないですけど、もちろん、スイミングジグで今年の冬釣ったよという方いらっしゃいます？寒くなってから、1月入ってからね、もうスイミングで釣りたいんですけどね、やってるんですけど出ないんだ俺、なんか知らんけど、うん、結局沈み虫でもっとスイミングジグでは狙えないようなスローな展開であったりとか、深場のディープのね、細かい石のとこで食ったりとか、
そういう感じなんですよ。なので、でもそう言っては釣れないのでね、またやっていきたいなということで購入しました。まあ、これも春先使える。で、これね、ニシネルワンワークスのスメルドヘッドっていうやつね、あれ姿勢好きで結構使うんですけど、結局ね、引っかかるんですよ。スタックしちゃう、岩に。あれにこういうガードが1本ついてたら、マジで変わると思うんですけど、それがね、ないのでね、ちょっと一回ガードありを買ってみた。根がかるというか、針先が石にスタックしたりとかすると、本当にね、ダメになっちゃう、すぐ。で、あれ、針もね、すぐ伸びる。グーって引っ張るとビヨンって伸びちゃうんで、ちょっと耐久性がっていうところがあるんですよね。で、それだったらもうこれで根がかりを減らそうっていう、そういう魂胆ですね。そしてこれ、ボン、メタルバイブ、サーキットバイブのヒュージサーキットバイブっていう、でっかいメタル銃、メタル銃じゃメタルバイブ、これなんかね、1オンスなんですけど、磯場で釣れんじゃないかなっていう、そういうバスじゃなくてそっちの用途で、しかもぶっ飛びでしょこれ絶対に。タフった時の平鈴木とか、そう、これをね、晒しにぶち込んでピラピラピラとこうフラッシングさせてたら来るんじゃねえかなっていう。これはだからバス用じゃなくて平鈴木を、磯の、まあ、ライトゲーム用に購入したっていう感じですね。ちょっと見てみましょう。これわあ、もう僕ね、一番好きなルアーメーカー何って言われたら、多分デプスか一世なんですよね。なんかやっぱデプスのルアーってね、よく釣れるんですよ僕の中では。カバスキャとかはまだ使ったことないけど、バルビューター大当たりでしょ。デスアダー釣れるし、でなんかバズジェットとか、昔はねサイレントキラーとかもめっちゃ投げてました。好きでしたね。 MS バイブレーションとかね、あとデザインがね、なんかちょっとビアコチックなんですよ本当に。これもだってさ、ハス顔してるバイブレーションってあんまないからね。ハスですよ完全に。いいね。でこれね、まあ磯で使おうかなとは思うんですけど、あーでもこれやばいかな、これちょっとほら見える、曲がる。いやこれ僕ね、耐久性大丈夫かなと思いつつ買ったんですけど、やっぱ無理かもな、これちょっと心配な感じはするね。破壊されそう。まあちょっと、まあ実験でやってみるか。で続いてこれ、はい、やっぱいろいろ障害物とかにスタックしたりとか、ババーンって煽ったりすると、その際にね、このフックの切れ目が切れたりとかしてくるんで、また合わせて購入しました。これね、沈むし、もうむちゃんこ釣れます。はい、まだメインチャンネルで動画出してないけど、釣れてる動画いっぱいある。うん。で次にこれ、機体のルアー、ミノーですね。はい、ミノーもね、今年はちょっと取り入れていきたいなというか、まあ昔は結構やってたんですけど、最近ロッドがロング化してしまって、使ってるロッドがあんまりね、億劫になってやらなくなっちゃってたんですけど、やっぱミノーっていいよねって、絶対釣れるよねって、思ってるわけで、今回はこのハマクルっていうのかな、ハマクルミノーっていうのかな、137スティーズカスタム SPサスペンドですね。でこれね、僕がいいなと思ったのが、泉さん、僕あんまり存じ上げないんだけども、ルアーはそんな詳しくなくてですね、これ見て、釣れるミノーは細身であること、でしかもベイトタックルで遠投ができる、細身でさらに遠投ができる、でサイレント、なんか僕の好みにズバッときて、さっき言ったこのデプスのね、バリソンミノーを買おうかなと思ってたんだけども、これを買ってしまったという。あ、いいんじゃないのねえということで買っちゃいました。このシルエット、絶対これビアコで効きそうだなと、ビアコじゃなくてもね、いろんなフィールドで効きそうだなって気はするんですよ。うわー、こんな感じ。これうおー、すごいいいカラー。うわ、ここカラーや。ちょっと派手カラーも一色欲しいところだね、よかったら。固定重心なのかなこれ。いや違うな、重心移動かな。あ、重心移動だ。おお、マグネット式かな。重心移動ついてますね。うん、で、まあ、これサスペンドなんだけども、先行レンジがね、16g、あ、16g ぐらいあるんですよ。見て、16.1g。で、フック4番のリング3番も書いてると思うんですけど、
ちょっと先行レンジ書いてないかな、ちょっと書いてないかな、あ、2メーター、ほら先行レンジが2メーター入るんで、ちょっとおかっぱりからだとね、多分ファーストブレイクぐらいでこう1回多分ねコンタクトするんですよ、そこにガンって。でその時に拾わないように、あのいつも平続きでやってるようなツインフックチューンにしようかなと思います。ここを、あ、それかもうここの針先を折る、ここペンチで持ってここだけ折るっぺ切って、そしたらまあダブルフック仕様でこうブルブル動くようなダブルフックがついた感じになるので、それをしようかな。でそうするとサスペンドからスローフローティングになっちゃったりするかもしれないんで、まあ、そこはちょっと調整しながらやっていきたいなと。とにかく根がかりを避けながらいい感じで、トゥイッチジャーキングしていきたいなと。デザインはすっごくいいと思う。これこれね、僕の好みにバッチリハマる感じのデザインですね。でこれリップがさ、ほらさっきのサーキットバイブ、サーキットボードを使ったこのバイブレーション、MS バイブレーションに結構近いんですよね。てか一緒か、これサーキットボードやもんな。クランクとかではあるんですけど、ミノーだとあんまりないんですよね、うん、どういう意図があるのか。本当にもう釣具屋で一目惚れして買ってきたっていう感じなんで、またちょっとこいつもいろいろ試していきたいなと。でそのためにショートロッドを買わないといけないんですよね、うん、でもう一つね、最近ちょっとロッドでどれにしようかなというか、あのまあいろいろ候補はあるんですけども、参考に皆さんにお聞きしたいなと思っているのが、まあ、2つあって、バス関連なんですけどね。まずこのカバースキャットとかこういう沈み虫とかコーヒー中のシンカーをボトムジャークするときに使ってらっしゃるロッド、何使ってますかね。あのシャローエリアだとねちょっと柔らかくてもいいんですけど、ホッコディープなんで、あの中途半端なロッドだとグニャングニャンっていっちゃうんでね、うん、このルアーをこうクイックに動かすっていうそもそもの重さもあるし、あのラインが重たいんで、水の抵抗とかねすんごいライン出てるんで、それを負けずにそれにトゥイッチしないといけないんでね。で今はアルティマの1721ですごいいいと思ってるんですけど、長いんですよちょっと。そこで何かこれ使ってるよと皆さんがおっしゃっていただいたので、あ、これっていうのがあったら購入、検討しようかなと。でそれの、まあ、ミノー版もちょっと皆さんね、できればこれ使ってるよという方いらっしゃったら参考にさせていただきたく思っております。ミノーはね、なんかあの2023年これ出してる時に新製品発表されてるかどうか謎なんですけど、ワールドシャロの1652とかでもやっちゃおうかなとか思ってるんですけど、どうかな、うん、まあそんな感じですね。はい、ソルトにこれね、で、まあ、バス用品に2023年もがっつり楽しんでいきたいなと思いますんで、皆さんぜひ、まあ調光はメインチャンネルで、こっちはね道具メインのこういう小ネタとかをやっていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。あー、それとで、あの告知ですね、K のフィッシングチャンネルというか、まあ、このチャンネルで、メンバーシップちょっと前に開設してるんで、KFC およびこの K さんのお部屋らしいですを応援していただけるという方がいらっしゃれば、ぜひそちらもよろしくお願いしますと。最近琵琶湖で釣れてるパターンはねそっちで開設してるんで、よかったら参考にしてください。それでは今から俺は釣り行くわ。うん。